皆さんこんにちは、ダブドリの宮本です。今回から新企画が始まりました。タイトルは、まだ決まってませんということで、ダブドリいろいろやっておりまして、ダブドリライブであったりとか、裏ドリというダブドリソシオのメンバー、こちらから入会していただいた月額500円のメンバーが、いろいろコミュニティを作ってですね、裏話などトップリーグのゲストの話を聞ける企画をやっておりまして、逆側に行きますと U15U18 の育成年代を語ろうというですね、育成チームのコーチ陣、とお話をしたり、育成チームの取材に行ったりということをやらせていただいております。ただちょうど真ん中がぽっかり抜けておりまして、大学バスケットボールというところが、あまり今まで触れてこなかったんですけれども、ダブドリの方では、大学時代、高校時代ですかとか、大学の時の、ヨネス・ビオト選手だったりとか、河村勇輝選手、ロングインタビューも載っておりますけれども、そこをもう少し僕もいろいろ知っていきたいなと思いまして、今回この企画を作らせていただきました。そこでご一緒していただけるのがこのお二人になります。根本と申します。大学バスケについて、あまり語られることが世の中的にはあまりないなと思うので、ダブドリさんの発信きっかけに大学バスケをより知ってもらって、B リーグファンの方だったり高校ファンの方、もちろん大学ファンの方も、いろんな方とこのチャンネルを盛り上げていけたらなと思うので、よろしくお願いします。そしてもう一人こちら、清水太一と言います。根本とよく連絡を取ってるんですが、同じ大学ですね。その話は後でできると思うので、普段の活動はコンフィアンサ東京というアンダー15の年代を、メインに見てるんですが、大学について今回、語るということで楽しみにしています。よろしくお願いします。根本コーチは東道宮本バスケ東京で日本代表を語る企画のゲストで来ていただいたりとか、育成年代を語ろうの方の、U15 の企画の方に何度かご出演いただいております。清水君はなんと僕コーチをしてたところの隣の学校で、僕のコーチデビュー戦を、多分トリプルスコアどころじゃないレベルでボコボコにした学校ですね。悪いやつですね。悪いやつですね。いや、申し訳ないですね。十何対100ぐらいで負けたし。ということで、いろいろ縁あって、このお二人とスタートさせていただきたいと思うんですけど、大学バスケ、インカレが始まるんですけれども、インカレに始まる前にリーグ戦があったので、そちらの振り返りをしていきたいと思います。順位のみですけども、男子からいきたいと思います。男子1位から順番に、10勝1敗で東海大学、9勝2敗日本大学、8勝3敗で得失点差で4位が専修大学、5位8勝4敗で日体大、6位6勝5敗で筑波大学、7位こちらも得失点差ですね、中央大学で、8位5勝6敗で大東文化大学、9位3勝8敗で早稲田大学、10位2勝9敗で青山学院大学、11位2勝10敗で拓殖大学、12位0勝11敗で神奈川大学という風になっております。インカレなんですけども、下位4チームと2部リーグの上位4チームが対戦をして、勝利するとインカレに出場できるというような大会が11月の頭に行われたんですけども、そちらは1部のチームが全て勝ちましたので、今挙げさせていただいた12チームがインカレの方にも出場するということで決まっておりますけれども、2人が大学生だった頃ちょっと振り返っていただきたいなと思うんですけども、順位が結構違う感じがしますね。筑波が勢力図が変わった感じですかね。筑波がまずこの位置にいるっていうのが、考えられない、そうなんなかったことなんで、ちょうどあれちょうど馬場杉浦世代、そうですね、黄金世代です、ね、当時の馬場杉浦はどんな感じでした？高校の時はさ、チーム自体はあまり、県代表では出てたけど、そんなに強豪校と言われるっていうわけでもなく、一人だけ馬場雄大が飛び抜けたってのと、あと監督が同じサイズあるってので初めて見たのが多分広島のウィンターカップ、違うかの、多分全国大会で初めて見て、いやもうやべえな、もう率直やべえなと思って、スピードもそうだし、あのサイズ感であんだけ走れる選手生で見たことなかったんで、日本人で本当に同級生とのっていう感じだったですね。それはもう大学入ってからも変わんなかったんで、早くアメリカ行ってもいいんで愛しようまあ言うて根本コーチ、延岡学園でウィンターカップ優勝なんかも経験してる超エリート、上の台なんですよ杉浦はどうですか？高校九州で一緒だったんで、高校の時からしてたけど、でも大学行ってから、高校生の時はもうインサイド
どっちかというと、もう、キヨにやってたんですけど、アウトサイドも。もうどっちかというと、インサイドゴリゴリ系だったんですよ。もう、あのフィジカルで戦える選手って、やっぱ日本人なかなかいないんで、でも大学行って、スリーポイントシューターみたいな、ちょっと大げさかもしれないですけど、どっちかというと、そのイメージが強かったんで、なんかまた形の変わった杉浦優生が見れて、面白かったなって思います。いや、あの二人が同じ大学に行くってずるいよね。いや、ずるいですよ。大地くんはそれこそ、まあ、ババは初めて高1の時になんかキャンプかなんかで練習試合やって高1のにダンクしてたんですよ普通にあれこいつやべえみたいな、なんかあんまり見たことない部類だったのでチーム自体はそんな強くなかったですけどすごい選手いるなみたいな感じで衝撃でしたね。今となってはなんかだいぶダンクする選手って増えたと思うんですけど当時って結構珍しい存在だったんでスティールからのダンクうん、あれはすげえなって思いました。で杉浦はやっぱりあの同じ東京なんですが多分宮本さんも見てた頃が多分かぶってると思うんですけど、うん、根本も言ったように中学とか高校の時は結構インサイドゴリゴリって感じだったんですけど大学入ってからあんだけこうやれる範囲が広がったっていうのはすごいなっていう印象ですね。ちょっと1チームピックアップして聞いていきたいチームがあるんですけど、うん、お二人実は同じ大学で4年間共に過ごしたっていう2人なんですけども何大だっけ何大だったか忘れちゃったからN 大ですかN 大も候補が2つほどあるんですけどどちらの日本体育大学の方ですということで日本体育大学出身で同級生の2人をどうでしょう今シーズン5位ですけど。まあまあなんじゃないですかね。どうなんですかね。いや僕もこのぐらいかなって思ってました。こう立てて一発勝負にどっちかというとあり。トーナメントの方がやっぱり勢いとかはね日体大ってすごいと思うんで、まあインカレちょっと注目したいですよね。確かにインカレとかトーナメントとかだと4強とかまで入ってくるイメージが日体大は、うん、こう勝ち出したら止まらないみたいな。うん。2人が日体大だった時前後でも。今活躍してる選手っていうのは誰なんですかね。大浦壮太、秋田にいる大浦壮太、うん、おお。彼が一番、うん、あれじゃないですか、スポット浴びてる気がします。あと一個上の大城さんっていう、うん、今八王子にいる。あ、八王子にいる。あとは あと磯野ですね。磯野、熊本にいるんですけど、カツオ、磯野、カツオダンク、カツオダンクって言うんですけど、磯野がいる。あと、まあ、B3 に井出祐希と、あ、山口、はい、あと土井光っていう福岡第一コンビが、いや、まだいるよね、多分ね。あ、ノブさん、ノブハラさん。あ、ノブさんもだ。山口。どこだ、あ、そう、山口だ。山口多いね。3人いますね、山口。あ、まだいるよ。あ、ディクソン。あ、ここで忘れたやつからクレームが来るみたいな。これもう忘れたらやばいって。キャラ強いのに。多分まだいると思うんで。ということで、まあ日体大も、まあインカレは注目チームになってくるかなって思いますけど、他にこのチームって今この辺なんだとかっていう印象あります？いやもう青学拓殖じゃないですか。自分の方は。ああ、確かに。青学拓殖は。もうちょっとね。そうですね。自分たちの代まではもう本当トップ4に入ってるような印象だったんで。うんうん、またここも入れ替わってて、まあ、この体力図が変わってきたのかななんて思ったり。はい、まあ、この男子の、ね、情報は、ぶっちゃけあの某チャンネルを見ていただいた方が、多分、ね、有料な情報が得られる。今回、女子もピックアップしたいなと思います。なんか悪口みたいになっちゃったら、違う。いやいや、そんなことない。そんなことない。女子がね、なかなか日の目を浴びない中で、根本コーチが白鴎大学の女子の今、コーチをしていることも今回、これをスタートさせていただくきっかけになったんですけど、うん、女子の方、1部リーグが8チームで行われていて、ちょっと時間の都合上、男子も女子も1部だけご紹介させていただきたいんですけど、1位、7勝0敗で東京医療、2位が根本コーチが指導されている白鴎大学は6勝1敗。3位が5勝2敗で拓殖大学、4位同率ですけども得失点差ですね、おそらくこれは早稲田大学、5位が筑波大学、6位が日本体育大学2勝5敗で、7位が専修大学2勝5敗こちらも、得失点差同率になると思います。で8位が山梨学院大学ということで1部リーグが結果が出ております。女子は2部リーグからもインカレに出るチームが出てくるので、2部 A ブロック横浜桐蔭7勝0敗1位と、松蔭大学6勝1敗、立教大学、そして順天堂大学が最後12位で滑り込んでインカレの方に出場される
ということです。女子部はそこまでそんなに、毎年すごく勢力図が変わるっていう感じじゃなくて、最近は、まあ、東京医療という、 こう絶対王者がいて、そこに追随するのがどこか感じになってますけれども、2人の時は女子は筑波とかが強かったとか、それこそ白鵬が強かった。いやでももう医療だったっすよ、もう自分たちの時から。なんかそれこそ自分たちの時ってまだあまり多分聞いたことなかったんですよ、東京医療って。多分出てきたぐらいの、そう出てきて、こんなチームあるんだと思ったら急に強かったんで、まあ、今となっては東京医療保険大学のヘッドコーチは日本女子のヘッドコーチもされてる恩塚さんがヘッドコーチをされてて、アシスタントには JX などで今の現エニオスで活躍された元日本代表の吉田麻美さんが入っているということで、この辺も、ぜひ注目インカレ男子女子交互にやっていくのでしていただきたいなと思うんですけれども、僕先日白鵬大学に取材に行かせていただきまして、見させてもらったんですけども、白鵬大学リーグ2位で最終戦で東京医療に敗れまして、うん、インカレを迎えるんですけども、根本君コーチとしてインカレに向けて今どんな感じとか、まあ、あとスカウティングもされてると思うんですけど、うん、対戦相手の情報をぜひここにダダ漏れさせてもらえるとチャンネル的に助かるんですけど、はい、ダダ漏れしますよ。できる。怒られるぞこれ。僕も初めて見るカテゴリーで大学女子っていうちょっと想像もつかなかったんですけど、でも医療がやっぱある意味一強みたいな見られ方されてる中で、食らいつけるっていうのを肌感で一番感じてるのが多分白鵬だと思うんですよ、タレント的にも去年の実績とかから見ても。でも白鵬の子たちは去年もうほぼプレイングタイムが少ない子たちで、なんならスタート5人ごっそり抜けてるような台なんで、ある意味ルーキーだと思ってて全員、逆に自分はこの順位で終われたってのはある意味自信にしていいんじゃないかなっていう考え方を持っていて、医療戦も結局3ピリでビッグコーター作られちゃったんですけど、それ以外はもう全部もうタイゲームぐらいのコーターだったんで、そこをこうどうしていくかってところがまず一つと、ちょっと話変わっちゃうんですけど、こうやってリーグ戦終わると悪いところのフィードバックばっかになっちゃうと思うんですよ。でも自分たちは自分たちの強いところどこだっけってところを、まあ、常に強調しながら練習組んでるんで、インカレもそういう戦い方ができれば、自分たちの強みをこうしっかり出したバスケットができればなってところで今調整しているような状況です。ただ医療はめちゃくちゃ強い、選手の個々もすごいし、チーム戦術的にも、まあ、ちゃんとバスケットボールしてるの、相手の一番弱いところすぐ見つけて、そこすぐついて、で自分たちが対応したらまたその次すぐ次行ってみたいな感じなんで、なんか見てほしいチームだなと思います。まあ、そこに追随してくるのがおそらく拓殖大学あたりが今シーズンは追随してくるのかなっていうところで、じゃあそんな感じでちょっとこの後はインカレの注目選手について少し話していきたいなと思います。ちょっとインカレの注目の選手とかは宮本さんとか根本の方が分かるかなと思うので、ぜひちょっと聞きたいなと